サンライズエンジニアリングのグループ会社でスカイネットワークの代表の岡野と申します。今回は、簡易車載局ということで、日頃使っていらっしゃる車に衛星通信用のアンテナを搭載した簡易車載局を展示させていただいております。今回展示している車なんですが、日頃皆さんがお使いいただいている車で、市販のキャリアですとか市販のラックを搭載してますので、車の加工にコストをかけずにですね、衛星通信の車載局を構築しているという状況をお見せしております。衛星通信の特徴として、通信環境のないところでも通話あるいはデータの送受信ができるというところがあります。今回車にこのようにして衛星アンテナを搭載しておりますので、例えば山奥の通信環境の全くないところにこの車を持ち込んでですね、例えばモバイルオフィスのような使い方で、その車の中でデータのやり取り、映像のやり取り、通話などを行うことができますので、本社あるいは本部からいろいろな情報を山奥のような現場でも入手することができます。もちろん逆に現場からの情報をですね、本部の方に送るという使い方ができますので、ダムの工事ですとか山の中での建設現場、そのような中での使い方ができますし、場合によっては被災地からの映像情報を送ることも可能です。